どうもご無沙汰しております。もういつ以来ですかね、もう年単位やってないですよ。本当ですね、コロナ禍になってから。あ、まあ少なくともだから2020年からだから。そうですね、19年にもお会いしたか。ご活躍はもうそれでもいろいろ漏れ伝わってくるから。いや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 、もう全くあのその個別介護っていうジャンルを立ち上げられたのも確かに。いやいや、本当にあのおかげさまでこういろんなとこに行かせていただくようになって、でまた、まあ、コロナ禍になっても、まあいいなんか振り返りになってるかなっていう。うん、あと、いやいや、人によってはね、蚊を転じて福となすじゃないけど、かえっていろいろこう広がっていったり、それからまあ、その人の本質がよく見えたっていう。あ、とにかくあの、こういう地図がこう変わったっていう人は少なからずいますよね。あ、そうですね。いやー、初めからいろいろ変な感じですね。まあ、まあ、逆にこう、肌の据わった医療関係者っていうのをこう、ちゃんといて、うん、で、まあ、まあ、自分の関わってる病院なんかなんかでは、やっぱり、まあ、これまでちゃんと感染症対策やってきたんだから、コロナであっても、まあ、きちんとしたことやれば大丈夫だっていうことで、全く変わらない、こう、医療を提供するっていうのが、混同なんじゃないかっていうことで、うん、いやそれは全くそうですよ。出るとこもありますよね。すごい。だからその人の本質がこう本当、まあ医療関係者も含めて見えますよね。あ、ですね。だからもう特にね、もう本当に私もう何度も言いましたけど、つくづく今回70過ぎて、70って言ってやっぱもう立派に高齢者じゃないですか。あ、もう最近のは醜い高齢者が多くてもう本当に困るって言っても大っぴらに言えますから。それで50代は無論60代でもちょっとあれかな、だけど、70過ぎればね、うん、結構、自分もその中で、あれだから、本当に、うん、だからもうかかるものはかかる、死ぬものは死ぬっていうね、うん、もうその生物界の鉄則ですよね。で、次の時代におかしな習慣を残したり、次の時代にこう、体が、心身がこう、なんていうか、劣化することを防ぐっていうのは、もう、生物の、人間も含めて生物の鉄則だと思うから、だからもう本当にね、自分たちが死のうと何しようとそれよりも若い人や子供たちの将来をちゃんとするっていうのは考える、もうなんか一瞬もためらう余地がないくらいの優先順位高いと思うのに、なんかね、みっともない高齢者が多すぎちゃって、もう本当にもううんざりですよ。まあ確かにこの先生が一貫してこう発言されているように、こうもう本当にあの高齢者が最優先になってしまっていて、ね、もうおかしいんですよ。高齢者が最優先っていうのはもうおかしい、本当に。だからそれを辞退すべき高齢者がこう少ないというか、まあいますよ、時々は共感してくれる人もいるんだけど、なかなかそれ、まあ、僕50になったばっかりですけど、僕が言うとこでは大変なことになりますけど、やっぱり河野先生がおっしゃるとやっぱりね、本当だから、さっきから言うように70過ぎてと本当によかった。もうね、これ50代でこれになったらもう言いたくても言えなくてもイライラして、もっとね、なんか体調が良くなかった。あとちょっとまあコロナ禍でこう、僕はやはりこう、うちの実家の方の田舎の方にこう、いる時間が長くなったんですけど、で、もう、つい最近までもこう、春先のタケノコを、毎朝毎朝こう、掘りに行くっていう、うち、まあ、この先生もこだわります、山が。すごいですね。で、あれがもう、ちょっと3、4年前までは父親の僕、ほんと5分の1ぐらいしかここになかったんですけど、最近になってやっとこう2分の1まで追いつけるようになったんですよ。すごいですね。いや、それでもまだまだこう父親にかなわないんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。やっぱ父親も60半ばぐらいか70ぐらいはこう1日300キロ一人で掘ってたんで、ここでなんかこうちょっと実感したのが、うちの父は82歳なんですけど、いまだに僕一緒にこう山入ったり畑仕事やったりすると体力的についていけないんですよ。うん、すごいですね。でもそれってなんか、ある意味、心地よい敗北感というか、こう、超えられない悲しみと、こう、心地よい敗北感が、こう、妙にこう、重なってる感じ。
なんですけど、で、そこでふと思ったのが、なんかもうコロナ禍になって高齢者って動かないとこう途絶えちゃうよ。高齢者は一方的にこう、やっぱり下っていくものなんだっていう考えっていうのが未だにやっぱり強調されるんですけど、いやー、年齢重ねるごとにやっぱり、すごくなっていく動きっていうのも確実にあるなって思いますし、で、また、河野先生の展開っていうのを見てますと、やっぱり今、先生73歳ですけど。ですね。うん、でも確かに、私も、和田的には、確かもう8年くらい前にプロボクサーの長谷川穂積選手、まだあの人が引退する前に、こんな気配のないの初めてだって言われたけど、もう今はもう、それははるかにあの時より気配ないですから、次は。ちょっとぜひ久しぶりにお願いしてほしいですか。もうちょっと受けたくてうつうつしてました。お願いします。これがまあこう来ててこうパッパッとね、まあ、そうか。だから私の栄冠を出てからも初めてぐらいです、ね、初めて。これでまあ確実にここに行きますから、こここうですよね。それがこう、わあ来ました。それから今度はこれ跳ねるでしょ。今のは跳ねる前にパッと跳ねたんですけど、今度はこうきっと跳ねるだろうっていうのありますよね。それで、まあこれいくつか理論あるんだけど、ごく最近は絶対もう動かさないと固く心に決める。そうして同時にこれを何とか動かしてやろうと、これ念力でも行く感じがするんですよ。そうすると、いやー、なかなか払うのはまだ間に合わないでしょ。間に合わないですね。これだったら、はい、本当にもう下からだから思いっきり全部予測がバンっていくんです。それか決して動かさないのと動かすのと一緒にこう、それと何十年もやってる切り込みにもやるんですよね。これもね、面白いのがいろいろあるんです。いろいろあるんですが、一つはもう私はもうアシスタントに徹する。アシスタントやらない。やらない。何かにやってもらう。何かにやってもらう。ああなんかこう、河野先生の顔だけ見てこう、見送る感じになっちゃいました。なんかね、とにかく、これだとこう書くじゃないですか、はいはい。これだともうね、売り言葉に買い言葉に。で、ここにいや、もう私は一歩引いて、仲裁役がある、君は。ああ君から頭下げなさいみたいな。こうね、物に当事者同士がやってるとこうなっちゃうんですよ。どうぞ頑張って。当事者ですね。で、私が一歩引くって、はい、で、仲裁役をこう入れてくる。で、仲裁役は。ああいや、なんかもう急になんかこう当事者が消えた感じです。それと、もう一つは、これはもう全くその、今風の言葉で言えばフィジカルな、はい、体の使い方だけで、はい、今のそういう感覚的じゃなくて、これはもう足で踏みつけるぐらい重くなるでしょ。あ、これダイエットきますね、うん。これはね、こうした時にガッといくじゃないですか。はい、こうなるんですよ、はい。それが、こう、手の甲側が返って、この、貝の先と私が言ってる、この上腕骨の内側上下の、はい、ここの使い方と、ここと、そうするとね、ちょうどビールケースをこう持つとあれだけど、はい、酒屋がこう持つと、あれと共通して、このまんま重さが。ああ、重いですね。あ、この格好、回が返す感じが。そうそう、ダイレクトに。ダイレクトにきますね、うん。で、なんでこんなこと気づかなかったかなと思うんですが、だけどね、ただこう返してやってごらんっていうふうに言うと、全然ダメ。全然。これはね、これと、このね、ちょうどこのキワキワの狭間みたいなのがある。全然わからないです。こうして、ちょっとこう来てもらって、これ普通にやったら、まあ、はい、畑落としてもいいし、まあ、こうじゃないですか。はい、まあ、例えば、こうついても、まあ、ここでこうなりますよね。それを絶対つかないと固く決めるんですよ。それと、もう、ここで行くっていうの。おぉ、あっ、おぉ、おぉ、おぉ、大丈夫大丈夫ちょっと、あ、大丈夫ですか、ね、あ、大丈夫ですそう、そうは。ライトが破壊されてる。とにかく、久しぶりにこう、飛ばされて。絶対やらないと決めるのと、やるっていうのとは一緒になると、そういう。いやー、ちょっと威力が。これが面白い。これ
こうやってこう低くついて、こう抜いて上に行くっていうのは、だからガード、最初から言ってきますから、ガードを上げてもいいし、これもこうなるでしょ。で、これはね、もう怖がりが大事なの。怖がり？ここでね、わー怖いってこう思えば思うほどいいんですよ。もうわー怖いと思って、もうここで私が逃げる。ですか？いや、なんか、こう、隙間の影抜きみたいですね。こう行って、ここでこう来るでしょ？おなんか予告しといても。ちょっともう一回、お願いします。これがね、ここに来た時に、もうね、私は怖がること有効なんですよ。おあれもう自分でどうなってるかわかんない。もうあとは何かに任せてる。いや、もう任せるってなった時に、ふと消える感じが。そうですね。まあ自分で、だからね、もうむしろ本当に、これはね、もうリアルに怖がった方がいいんですよ。ああ、怖い、払われる、どうなる。そうなればなるほど、こう、なんていうか、火事場力みたいな感じが。いやー、なんか本当に、こう、普通についてる時は河野先生を感じるんですけど、こう、ふっと上に来た時っていうのはもう、また河野先生が消えてる感じが。いや、もう私は、だからアシスタントになってる。アシスタントっていうか、もうただ、もうなんていうか、陽動作戦で、もう怖がりでいいからもう、敵が来たらもう恥も外聞もなく逃げればいいんだよって言われてる。その役で行く。うわぁ、いや、ちょっとごめん。